お待たせしました。定例の記者会見を行います。私の方から特にありませんが、質問がございましたらお答えしたいと思いますが。バンドン会議での演説、これも報道でね、述べていたことしかちょっと、私今現段階ではわからないものですが、ただ私はバンドン会議って一体何だったのかということのね、その会議の意味があると思うんですね。やはり1955年にいわばそういう植民地支配にをこう批判をし、それから独立した方々が、国々が、29カ国でしたか、集まったことをはじめとしてバンドン十原則というものを打ち立てて、平和のうちに解決する、他国に侵略をしないと、基本的な人権をはじめとした十原則を謳った歴史的な場所であり宣言であります。それが一つある。でそういうところに出かけていって、何をしゃべるのかということが、何を発言するのかというのは極めて大事な意味を持っていると思います。でその意味で比較してみますとですね、10年前に小泉首相もこのバンドン会議に行っておられ、その発言は、植民地支配と侵略戦争、これに行って日本がこのアジアの諸国に非常に迷惑をかけたという訴えをしておられます。これは当然のことだと思います。その点からしますと、先ほどの報道では先の大戦を踏まえと一言しか言っていない模様ですから、その点ではね、一連のこの間の発言との関係で私は非常に重大じゃないかなと思います。ですから一昨日と一連の発言を、テレビ局でもやっている模様ですけれども、同じ言葉ならいらないなどということを言っているようですが、言語道断と言わなければならないと思います。で結局のところ、その考え方の根本にあるのは、戦後政治の出発点が何だったのかということを否定するものと言わなければならないんじゃないでしょうか。ですから侵略戦争並びに植民地支配、村山談話で言いますと、国策を誤ってということを述べて深く反省するということをキーワードにしているわけですけれども、全体的にとか基本的に引き継ぐとかいうことで、その肝心な部分を曖昧にするということは許されないと思います。その意味で私は、バンドン会議におけるその発言が一つの基本となるんじゃないかといういろんな報道がありますからね、その意味では私は極めて不十分であって、したがってその意味での70年談話は百害あって一利なしと、この間私ども言い続けてきたことについてあえて言わせていただきたいと考えます。今日の午前中、自民党と公明党、二階二国でですね、与党の二階二国で、安保法制の審議入りをですね、来月の19日か21日にしたいという方針を確認したようなんですが、こういった日程感についてはどのように見られますか。日程感、つまり審議入りの19日、20日という日程についてどう思うかということですけどね、この問題はまずその安保法制、私どもは戦争立法と批判をしていますけれども、この内容がどういうものかということをまずね、はっきりさせなきゃならんと思うんですね。でこれは戦後 その安全保障関係、根底から覆して法律をですね、しかも憲法9条を事実上根底から覆すという、極めて重大な法制だと思うんですね。でそれは2つ目に、やはりこの問題をめぐって世論調査が行われていますけれども、今国会での成立を望むなどというのはごく少数なんですね。
だからそういう意味でもこの国民を世論を二分する問題、また多くの方々が今安倍さんは危ないと言っている指摘、まあ、こういうものに応えて、憲法を守る立場からも、また憲法についてですね、異論がある方も含めてですね、国民的な議論が必要だと思うんですね。それをとにかく日程から先にいるという考え方自身にね、私は今の国民の世論を無視し、充実した話し合いをして国民的な議論をしていこうとする民主主義の土台を作っていく上での考え方に欠けると思いますね。でましてやそういう意味で言いますとね、この問題の法案を準備について与党は何ヶ月かもかけてやってきてるわけでしょ。でそして決まったらすぐやれと、それはおかしな話であって、きちんとした説明を聞きですよ、それを精査し、そして、検討もし議論もすると、で国民的にもフィードバックしていくということが肝心であってですね、それをこの間の話で言いますと、同じ国会対策委員長の佐藤氏は80時間ぐらいが適当だみたいな話してるわけでしょ。だからね、もうほんまにね、言語道断と言わなきゃならんのじゃないですかね。だから日程感という以前の問題で、もう自民党は何考えてんだと、この国民のそういう民主主義だとか平和だとかそういった問題をですね、もう何の侵食もしてないということの表明じゃないでしょうかね。あえて言いたいと思います。じゃあいいですか。どうも。